岩井俊治、岩井俊治、岩井俊治、1963年1月24日体は、日本の映画監督、映像作家、脚本家、音楽家。脚本家としては、アミノさんというペンネームを用いることもある。血液型は、O 型。宮城県仙台市出身。仙台市立西、多賀中学校、宮城県仙台第一高等学校を経て、 1987年、横浜国立大学教育学部美術学科卒。学生時代から小説家を目指し、美術の学科に入ったのもその道に影響すればいいと思ったためである。絵はあくまでも趣味で描き、漫画の持ち込みなどもした。卒業前にも就職活動をせず、とにかく映像関係の仕事に就くためアルバイトをしながら人脈を広げる。小学時代、 他に家にレコードがなかったため、百科事典のおまけについていた、世界の名曲というレコード集で、シューベルトやショパンを聴き込んでいたという、ターンテーブルは幼稚園の頃から家にあった。1988年、ビーイングなどのミュージックビデオの仕事を始める。1993年、テレビドラマ、イフもしも打ち上げ花火、下から見るか、横から見るか、を演出し、 日本映画監督協会新人賞を受賞。テレビドラマでの受賞は極めて異例である。同作品は再編集され、1994年劇場公開される。1995年初の長編映画ラブレターを監督。日本や中国でも好評だったが、韓国では特に爆発的な人気を呼んだ。これに続くスワローテールは賛否両論あったが、 祝いの知名度を大きく上げた作品である。その後長編、短編作品を順調に公開し、独特な映像美から祝い美学などと呼ばれるようになる。初めてドキュメンタリーを発表した1999年頃から、劇映画の監督業以外にもフィールドを広げ、2000年には、安野秀明監督作の、色実に俳優として出演。 新しい技術の取り組みにも熱心で日本で最初にアビットによるノンリニア編集を取り入れ式日と同じ年にはインターネット上の BB を使った大衆参加による小説リリー・シュシュのすべてを完成映画化するこの映画もまた HD24P というフィルム表現に近いデジタル撮影による新しい方法で行われ仮編集は アップルパワーブックが用いられた。この撮影法をいち早く取り入れた一人である。また、2003年には、ウェブ配信という、新しい上映方法で、花とアリス、ショートフィルムを公開。2004年4月1日から、オフィシャルのウェブページで、シナリオ募集していた、シナドンのコーナーを閉鎖し、下作通信こと、プラワックス、プレイワークスというウェブサイトを開設、また合わせて、 ラジオ番組イエンタウン通信がスタート。このプラワックスシナドンで扱われたシナリオがラジオドラマとして毎週放送されていた。その中の作品虹の女神2006年バンデージバンデージ2010年が映画化。プロデューサーとしての手腕も見せる。ロサンゼルスに拠点を移し活動している。2009年にはフランスアメリカ合作映画である。 ニューヨーク、アイラブユーに監督の一人として参加。ハリウッドにて初の長編映画、ヴァンパイアを撮影した。映画監督の市川昆へのリスペクトを示していることでも知られており、市川昆物語の監督も務めた。フジテレビの深夜枠である JOCX、ミッドナイトのアイキャッチ、音楽美学を制作した。なお、 2009年横浜開港150周年記念テーマイベント開国博愛150においてプロデュース及び初のアニメ脚本バトンを手掛けている2014年短編タウンワーカーズで初のアニメーション作品を手掛ける2015年1月8日から NHK の E テレで岩井俊二のムービーラボが放送2015年2月20日 長編アニメーション作品、花とアリス殺人事件を公開。前作に引き続き、ロトスコープで作られた理由は、もともと生々しいロトスコープを気持ち悪いと思っていたが、ラルフ博士の作品を見て、斬新さや美しさを感じたのがきっかけで、20年前からテストしており、ある水準に達したので挑戦している。実写を線でなぞるだけだと、気持ち悪い絵になるため、 顔だけ手書きでリフォルメするなど試行錯誤している。映画プロデューサーの鈴木敏夫にはアニメ業界でロトスコープはタブーと否定的な意見も言われているが本人はアニメの人たちからするとそれはアニメじゃないってことになるんですよ。なぞるだけじゃないかっていう。でも僕からするとアニメだって言われてるものを見ると本当の人の動きの美しさに欠けるわけですよ。 こんなんでいいんだろうかってとも語っている。2016年2月 NHK で岩井俊治のムービーラボシーズン2が放送。しばしば政治的発言をすることがあり、領土問題に言及した際は物議をかし、中国や韓国の新聞に取り上げられるほどだった。ジェンタウンバンド、リリー・チューチュー、ランズ。 ヘクトパスカル。ただし、スワローテールバタフライ愛の歌は、チャラと、小林武史との共同作詞、飛べない翼、オリンポス、元気、二十歳の戦争は、小林武史との共同作詞、勇気は、赤西糸と、小林武史との共同作詞、君の好きな色は、椎名琴音の共同作詞となっている。花は咲くは、日本放送協会の東日本。 大震災復興プロジェクトチャリティーソングとして制作された。2012年9月18日に自身のツイッター公式アカウントで中国人による日本企業の工場や商店に対する破壊、略奪、放火が頻発した2012年の中国における反日活動に関して国、日本政府があの島、尖閣諸島を買うことがどれだけ、 挑発的か考えるべきだ。侵略された国、中国がまだ怒っていても、当然、日本が相手国、中国ばかり攻めたのでは、相手って怒り出すのが、道理、日本のメディアが中国のことを悪く言いすぎており、祖国を悪く言われたら、どんな気がするかを考えなければならないと、日本政府の尖閣諸島国有化や日本人の、中国に対する態度を非難した。また、 中間で行われている反日教育については侵略を忘れてしまっている日本の方がどうかしている自国日本利益の歴史解釈は受け入れがたいと日本の歴史認識を批判したこの件は各韓国紙でも報じられこれを伝える朝鮮日報のコメント欄では祝いを称賛する書き込みが相次いだまた中国人民解放軍総政治部が出版する新聞 解放軍法の日本政府は悔い改めないと自ら苦い結果を味わうことになると題する記事の中で日本の挑発行為を批判する正義の声として祝いのこの発言が取り上げられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。